一日の疲れが一気に取れる。こうやってお兄ちゃんと一緒にお風呂に入るのって何年ぶりだろう。またこんな日が来るなんて思ってもいなかったな。あー、お兄ちゃん、こっち向いたらダメなんだからね。まだその心の準備が。兄弟同士だから恥ずかしがる必要はないってのは確かにそうなんだけど、ねえ、お兄ちゃんは私のこと一人の女の子として見てくれてる？それとも妹だからそういうふうには見られない？もし私が本当の妹じゃなかったらどんなふうに見てくれるのかな。あのね、これはママから口止めされてたんだけど、お兄ちゃんと私実は血がつながってないんだ。ごめんね、驚いたでしょ。でも本当のことだよ。私ママとパパの子じゃないんだ。遠い親戚でね、いろいろ事情があって、それで小さい時にこの家に来て。ダメ、目を背けないで見て。血がつながってないんだから、私がお兄ちゃんのこと好きになってもいいんだし、お兄ちゃんが私のこと好きになっても問題ないんだよ。私はね、お兄ちゃんのこと好き、ずっと前から大好き。お兄ちゃんとしてじゃなくて、一人の男の人として。お兄ちゃんはどうなの？私のことどう思ってるか聞かせて。お兄ちゃん、今なんて言ったの？私のこと好き？私がお兄ちゃんを思ってるのと同じ意味で私のことが好きなの？実の兄弟だと思ってたんだから、そんなこと言い出せるわけないよね。お兄ちゃん、嬉しい、ありがとう、好き、大好きだよ。たくましいお兄ちゃんの体、血がつながってないって分かったらもう我慢する必要はないんだよね。ねえ、私をお兄ちゃんの彼女にしてくれる？ありがとう。それじゃあもう一回キス。え？ダメなの？恥ずかしいって、そんな。ああ、もう、そうやって頭を撫でてごまかそうとするんだから。でも私、ごまかされちゃいそう。お兄ちゃんに頭撫でられるの、好きだから。しょうがないな。2回目のキスは今夜のベッドの中でしてもらうからね。はあ、告白したから、それとも長湯のせい？なんだかのぼせちゃったね。そろそろ上がろっか。
それで裸のままお部屋のベッドに行こうってね。え？今、玄関が開いた音がした。もしかして、パパとママ帰ってきちゃった。明日じゃなかったの？予定と違うじゃない。こんなところ見られたら怒られちゃう。うん、二人の新しい関係を祝福してくれるかも。お兄ちゃん、こうなったらご両親に結婚前提のお付き合いをしているってこと正直に話しちゃう。